スノーマン、目黒蓮、活動休止していたことを公表事務所、順調に回復、徐々に復帰予定。アイドルグループスノーマンの目黒蓮さんが8月15日から活動休止していることを、所属事務所が公表しました。所属事務所は公式サイトで、弊社専属契約タレントの目黒蓮は、8月15日から体調不良により活動を休止しておりました。医師の指導により大事をとって療養期間を設けさせていただきましたが、体調も順調に回復し、徐々に仕事に復帰させていただく予定となっております。とコメントしています。スノーマンは21日午後10時から YouTube で生配信を予定しており、目黒さん以外のメンバー8人で行うということです。目黒さんの活動休止発表に X では、めめ体調不良、めめ大丈夫などの関連ワードがトレンド入りしており、目黒くんの忙しさはすごそうだもんね、無理せず自分のペースで、また元気な姿見たいよ、体調不良。どんな感じなんだろう、もう心配すぎてなど、多くのコメントが上がっています。アベマニュースより。